水口引山祭水口引山祭りとは、毎年4月20日に、滋賀県高賀市水口町宮の前に鎮座する、水口神社の霊体祭で行われる引山行事を、中心とした文化財としての指定名称である。滋賀県の無形民族文化財に指定されている。近世地方都市に発生した山、矛、屋台の出る祭礼の一典型であり、引山と出し、林にその見どころを持つ。 甲賀市の中心市街地を形成する水口は、古代は、東海道、中世は、伊勢王子が通る要衝として開けた。天正13年、秀吉の命によって、水口岡山城が築かれるとその城下町として、整備され、江戸時代に入るとこの城下町がそのまま、近世東海道の宿場町に転じ、天那2年以降は合わせて、水口藩の城下町ともなり、 甲賀軍の主流の地位を占めた。その水口を中心とした一帯の鎮寿者であったのが、美濃部大宮大明神と呼ばれた、現在の水口神社である。毎年旧歴4月上旬日に行われたその礼祭は、元は大見に通遊の里祭りであったが、江戸時代中期になるとその担い手として、水口宿住民が台頭し、同社の神事や雨乞いに際して、町ごとに風流の 練り物を出すようになり、祭りのあり方も大きく変容。その流れの中で、教皇20年には、町方から旧機の引山を心臓、奉納し、以後引山巡行を中心とした都市型祭礼へ、転じていく。これは、地方の城下町や、在教町の鎮守の祭りが、地域の経済的成長を背景として変容し、練り物や山ぼこを見どころとするの祭礼へと、展開していく。 典型例と言える。なお、祭礼当日、引山秘書友長及び巡航批判長が奉納する、まとい学は、出し物が引山だけに修練していく、以前の練り物における町印の名残と考えられる。その後引山の数も増し、宿内の町ごとに引山を保有するようになり、巡航ごとに芝居などから台を取った作り物も飾られるようになる。 金号からの見物客を集めるとともに、藩主家当時の在場年には、水口城内での桟敷見物も行われ、大見地方を代表する、引山祭礼の一つと目されるようになった。1868年の明治維新後、祭日を太陽暦へ改めるとともに、里祭りの痕跡も払拭されるなど、祭式も近代化した。1896年、 現行日を祭日とすることに決し、現在に至っている。1985年3月29日、水口祭保存振興会を保存団体として、滋賀県の無形民族文化財に指定された。2020年3月14日、天神町引山の見送り幕が復元新調され、関係者へ披露された。県6割、市2割の補助を受け、2年間で約1、 霊園を投じて新調された。同年3月25日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、この年の祭りの開催中止が報じられた。関係者による神事のみ取りを行う。江戸時代中期以降祭礼の主役となった引山は、二層露天構造の作り山で、御所者四輪、控え体式。現在17町内で16基の引山を伝えており、 いずれも甲賀市の有形民族文化財に指定されている。水口引山祭りでは例年その中の5期から8期程度が奉納される。基本的には白木造で正面に後輩を持ち上層部に日差しや破風を巡らし彫刻で飾るなどさながら動く社殿の趣がある。江戸時代後期には 現在の構造形式に近い姿を完成していたと推測されるが、旗後町の引山のように後輩や破風を持たず、前後の衣装にほとんど違いのないものを十箱山と呼び、これが古い形とされる。現存する引山の大半は、江戸時代後期後半から幕末にかけて建造されたもので、この構造形式を持つものとしてはおそらく二代目に当たると思われる。 現存するものより古い時期の引山と考えられるものが三重県亀山市など近隣に売却され現存しているがそれらは車台部分と屋台部分が構造的に分かれており辛抱を軸として屋台部分が回転する構造になっている水口に現存する重箱山は回転の構造はないが前代の遺症を引き継いだものと考えられる屋台部が回転する構造は 関東地方に現存する江戸型出しにも見られるもので、工述する江戸系ともされる水口林の存在と合わせて注意を要する。引山の巡行は前手子、後手子、端手子と引き綱を使用して動きを制御し、特に辻などでの方向転換では、前手子で引山を傾ける間に、引山の下部に突き出した信号に枕を買い込み、全車輪を浮かせて人力で回転させる。 この方法をギリ回しと呼び、大見国内では水口及び、銅構造の日の引山祭りに見られる。巡行の年には、引山の露天部分に芝居などの一場面を表す、作り物を飾る。これを、出汁と呼ぶ。出汁を飾ることは、資料上は、文政期にはすでに一般化しており、大工期や中心蔵の一場面が構成されていた。出汁は、巡行ごとに台を変え、 思考を凝らすのが決まりであるが、現在は一部町内で固定化し、また対話ドラマやアニメに題材を求める傾向が見られる。いずれにしても引山が建造物として固定化していく中で、年々に変化して人の目を楽しませるのが脱しの役割であり、練り物以来の風流の精神を継承したものとといえ、水口の引山の大きな特色を成している。この他、 引山を飾る建造品には、症状碑の毛線膜を中心に、西人生綴れ織や、刺繍の膜が用いられるが、特に、天神町には、朝鮮毛綴りとも呼ばれる、白菜のものが伝えられ、少なくとも17世紀に遡る貴重な資料として、注目される。3月の中頃より引山巡行の出番に当たった、町内では、林の稽古を始めるとともに、 和歌詞を中心に出し作りに取りかかる。4月8日に、水口神社で引山と、まとい田楽の渡り高順序を決める口通り式が行われ、祭礼当日までの1週間に、引山の調子を確かめる地渡りと呼ぶ引き染めが行われる。19日は、宵宮祭りで、水口神社では御しを拝殿に飾る宵宮祭りが執行される。各町内では引山を、 山倉の前に出して町鎮を飾り付けるとともに、宵宮林を奏でるなどして、祭りの気分を盛り上げる。20日の当日は、朝から、引山と、まとい田楽が、各町内を出発して、一旦、弟殿と呼ばれるお旅所へ参集。引山に出しを飾り付けてから、九時で決まった順番で、水口神社へ進発する。松並木の参道を林を響かせながら進む姿は、 印象的である。引山の動きは、その年の町の責任者である長代か、若い種の長である若町が標識を打って再配する。引山が動く間は、引山城で必ず林を奏でる。神社に到着すると神前で、奉納局を林、その後境内の所定位置に固定する。これらと並行して、神前では、霊体祭の神事が執行され、続いて、 三越の渡漁が行われる。その後、各曳山は、所定の時間に従って林を奏でる。夕刻に、三越が境内に干漁すると、曳山から出汁を下ろすとともに町鎮に転倒して、各町内に戻る。これを帰り山という。再礼終了後、火を改めて引山や山倉の後、片付けを行い色の席を持つ。これを後、宴という。引山を保有し、 引山巡行と林を伝承するのは、江戸時代の水口塾を構成した町で、大きく東海道上の石橋を境に東西に分けられる。その中で現在引山を保有する山町は以下の通りである。東部13町内田町と、片町松、原町、桜坂町、旗子町、東町、大池町、柳町、平町、湯屋町、池田町、大原町。 五福町西部四町内米屋町天皇町、河内町天神町引山が巡行する際には必ず林が奏でられる。これが水口林である。本来は単に林とか山の林などと称してきたが、すでに戦前から祭り以外で演奏された記録があり、特に昭和30年代以降、観光振興や文化財保護からの要請とも相待ち脚光を浴びるようになり、 演奏団体が結成され、対外的な演奏機会も増えたことから、水口林の名が定着するようになった。引山林としては、七部屋台林などと並んで、全国的な愛好者を持ち、郷土芸能サークルや太鼓グループなどにおいてしばしば、その演目に取り上げられているのも他に例がない。なお、無形民族文化財としての水口引山祭りには、この林を含んでおり、 林が独立して指定されているわけではない。近隣の豪鎮呪者祭礼のあり方を考えると、練り物や引山登場以前にも、4月新時に何らかの、林を伴う芸能があった可能性があるが、水口林との関係は不明。また若林など原稿曲の曲名や曲調、楽器構成などから、江戸の祭り林の影響が想定されるが、現在伝承される。 江戸系の祭り林と一致するわけではない。ただ水口では、江戸めの水口藩主が江戸林を伝えたという伝承が古くから行われてきた。米屋町所蔵のやや小ぶりの病打ち大太鼓には、江戸の太鼓屋の焼き印があり、また片町には、江戸で、よすけと呼ばれる小ぶりのすり金が残るのは注目される。実際には、藩主でなくとも奉公人が習い覚えて持ち込んだ。 可能性もあろう。いずれにしても、幕末期には現在と同様の楽器編成と曲を持つ、林が現在と同構造の引山城で生やされていたことは間違いない。なお隣接する日野町の日野引山祭りは、引山の構造形式と合わせて林も水口のものと同系統であるのも注意される。林の伝承は引山を所有する各町を単位として行われ。 その担い手を林子という。稽古は未就学時から参加し先輩から指導を受け、各学期を習得する。基本は見真似聞き真似であるが、苦笑化も用いられる。古くは家持ちの長男のみが、その伝承に携わることができたが、近年では、その伝承に困難が生じていることから、女子の参加や山町を超えた継承活動も一般化しつつある。近年、 水口神社境内で林子が、引山から降り、子供を中心に、監修の前で林を披露し、喝采を浴びる光景が見られる。引山から降りて、林のは本来の姿ではないが、このような様相を含め、水口引山祭りにおいて特に林が突出した状況が見られるのは、前期した外に向かっての発信の歴史に加え、行事の伝承のため、さらには、地域社会の維持。 活性化にこの林が果たしている社会的機能が担い手に強く意識されているからであろう。水口林に用いられる楽器は大太鼓、小太鼓、すり金、忍ぶの4種で基本的な編成は以下の通りである。水口林には原稿曲として以下のものがあり、大きく引山の巡行を生やすためのものと奉能を目的に、 水口神社の境内神前で奏でられるものとに二分される。前述した石橋を境として、東西で名称が異なり、局長にも生意があるのは、もともと町の成り立ちが異なる東西領地区の対抗心に発する頃があると考えられる。さらに細かく言えば拡張ごとに微妙な差異があるが、それはかえって林が書く山町を基盤として伝承されてきたことを反映するものと言えよう。 一巡行の際に生やす曲、バカバヤシと四丁目引山が平坦な道を進む時に、生やす巡行の基本となるゆったりとした曲で、従って水口林の最も基本的な曲とされる。バカバヤシは東地区、四丁目は西地区での曲名。四丁目はバカバヤシに比べて曲調が豊富で、まったまったと全国的にも珍しいと言われる独特の地打ちを挟む。 大めぐると、返し下り坂や辻に差し掛かった時や引山の方向転換を行う時に速度を抑え、引き手に注意を喚起するためにそうされる若林や四丁目以上にゆっくりとした局長で、大めぐるは東地区、返しは西地区での局名。返しはヒヒリアとも通称され、四丁目から次の屋台への移行を円滑に行う役割も担っている。 八秒と屋台、水口林の中で最も速度が速く、引山が上り坂に差し掛かった時や神社境内に入る時、引き手を力づけるように生やす、雄層活発な曲。近年では巡行途中に見せ場として演奏されることもある。演奏の難易度も高く、八つの楽器の奏者がそれぞれ技を競い合って絶えなる調べを発するためにこの名を持つという。 八妙は東地区、屋台は西地区での故障。なお、東地区でも屋台林というところもある。屋台は八妙に比べて軽妙で、玉打ちという頭を下げる独特の動作を行う。二景大神前で生やす曲、楽、大蛇と大馬水口神社の境内に入った引山が、神前に奉納するための特別な曲で、祭礼当日に、 各町の山倉を出発するときにもそうされる。楽は、東部地区の田町、片町、松原町、桜坂町、旗子町、東町に伝承され、水口林で唯一大太根を使用しない曲となっている。大蛇は、東部地区の大池町、柳町、平町、湯屋町、池田町、大原町、五福町に伝承されており、はじめ早朝にして、 次第に重みを増していく曲調となっている。大馬は西地区に伝承される大蛇に似た曲調の曲である。なお、この3曲は2回繰り返すのが正式とされている。なお演奏時には他の曲とは異なり、特に鐘と太鼓の打ようを記号で記した歌を用いる。この他、明治の末頃までは流敵を用いるかぐら林などがあり、また京に乗れば伊勢音土や、 公衆温度などの続曲も演奏して、祭礼を盛り上げた。現在も帰り山の祭事町内に近づくと、伊勢温度を生やす町内がある。3メートル程度の棒の頭に、4面に町名などを書いた箱状の木枠をつけ、先端に見手倉を刺したもの。形状が、田楽豆腐に似るためにこう呼ばれる。月山栄太郎。天神町。見送り幕く新町工画の水口引山祭り。 中日新聞。Www. Co. 2020 20 2020 h t t p s w w w c h u n i c h i c o j p a r t i c l e s i g a 2 0 2 20 0 0 3 2 1 c k 2 0 2 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 2 5 h t m l 2 0 2 0年3月25日へつ新型コロナ、水口引山祭りが、 感染拡大で、中止関係者の新人のみ、こうが、死が。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュ arti cles スラッシュ2 0 2 0 3 2 5スラッシュ ddl スラッシュ k25 スラッシュ040スラッシュ 404000C2020 年3月25日閲覧。水口歴史民族資料館では、 その中の一揆を常設展示している。引山の下部に辛抱を取り付け、方向転換時に車輪を浮かせるのに利用する。くじ取りの儀式は大正以降に始められたという。水口町中心部を南北に流れるマダラ川に、架かる東海道の橋で、後に一帯の通称ともなった。ちなみに、マダラ川は、かつての水口岡山城の堀の一部であると伝える。ありがとうございます。